こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のやりすぎ NG ファッション5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあそれにしても難しいもんですね。男性と女性で服に対する考え方って全然違うんですね。まあ男性はですね、結構こだわりを持って男っぽいレザー系の服が好きだったりだとか、あとはですね、僕も今着ていますが、ちょっとこうヴィンテージ風のものだとか、色落ちした世界観だとか、こういったものが大好きだったりすると思うんですね。あとは商品の持つですね、ストーリーだとか背景みたいなものも大事にするのが男性の文化だと思うんですが、一方で女性の場合はですね、シンプルで清潔感のある着こなしを男性にしてほしいというですね、欲求があって、まあここがベースになってるんですね。このですね、男のこだわりの世界と、まあシンプルで清潔感がある着こなしというのが結構ですね、交わりづらいところがあるんですね。これがですね、男性と女性の価値観のすれ違いだなということをですね、日々実感していまして、僕自身もですね、まあ本当にいろんな失敗を犯してきましたし、未だにですね、やっちゃってるところもあったりするんですが、まあそういったところを含めて、まあ特にですね、大人の着こなしでこのやりすぎ系は良くないなということをですね、自戒の念を込めてですね、皆さんと一緒にシェアをしていきたいなと思っています。まあ今回5つ挙げたいなと思うんですが、まあそれぞれですね、いろんなやりすぎのパターンがあるんですね。本当にこうかっこつけすぎみたいなものもあるし、ついつい気づかないうちに盛りすぎてしまっていたりだとか、まあいろんな項目があるかなと思うので、まあ結構多くの男性がどれかしらにですね、該当するかなと思うので、まあ僕も含めて改めてですね、自分の着こなしというところですね、見直すきっかけになればいいなというふうに思っています。今回は僕自身も NG いっぱいやってきてますので、そのあたりもですね、包み隠さずお伝えしながら皆さんと一緒に動画を作っていけたらなと思いますので、皆さんのですね、これまでやっていまいちな評価だったファッションの事例もですね、コメント欄に書いていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、大人のやりすぎファッション事例を皆さんと一緒に見ていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、色や柄を盛りすぎてしまっているという項目ですね。これは非常にやりがちですね。まあ、特にですね、おしゃれに見せるためにはある程度いろんな色を使った方がいいだとか、綺麗な色だとか、ビビッドな色を使った方がいいんじゃないかと思っている方も結構いらっしゃるかなと思うんですね。まあ、その結果、一つのコーディネートの中に様々な色を使ってしまっていて、ごちゃごちゃに見えたりだとか、やりすぎに見えてしまうということ少なくないかなと思います。まあ、よくですね、全身の着こなしは3色以内で抑えなさいみたいなですね、理論があったりするんですが、これ結構間違いではなくて、ある程度ですね、色数を絞った方がまとまった印象になるんですね。これが色数が多ければ多いほどごちゃごちゃしたイメージになりますし、まあ、女性から見た時にもちょっとこうシンプルとは違った雰囲気だなというふうに感じられてしまうので注意が必要かなと思います。まあ、僕の動画を見ていただくとですね、結構使ってる色って限られてるんですね。まあ、ベーシックカラーという形で僕はよくお伝えしてるんですが、ブラック、ホワイト、ネイビー、グレー、そしてベージュにオリーブ。このあたりがですね、ベースのカラーになってくるかなと思ってまして、まあ、それに対してアクセントカラーとして、たまにですね、ロイヤルブルーだとか、ちょっとこう深めのグリーンだとか、まあパープルだとか、そういったものをたまに使うかなという程度なんですね。だけども、もっとこう強い色ですね、ビビッドな赤だとか、あとはピンクだとか、華やかな色ですね、こういったものをドンと使ったりだとか、あとは柄物ですよね。このあたりも注意が必要で、チェック柄みたいなものも結構難しいし、まあ、ストライプであればそこまで難しくないので、僕はチェックよりもストライプ柄の方を推奨したりするんですが、チェック柄ですね。これは注意が必要で、大柄のチェックが入ってるようなアウターとかはなかなか難しいかなと思いますし、パイピングの部分に柄が入ってたりだとか、こう袖の裏に柄がついてたりだとか、まあ、そういったディティールなんかも含めて、まあ、柄物というのはなかなか注意が必要かなと思うので、まあ、使うのであれば面積をちょっと小さめにするとか、そういった形で調整をすることが大事で、なるべくですね、色と柄に関してはシンプルに選んだ方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。で、おしゃれ上級者の方になると、本当にですね、鮮やかな色とか使ってるのかなというイメージもあるかもしれませんが、意外とモノトーンの着こなしの方も多かったりするし、柄全く使わないって方もいらっしゃるんですね。まあ、それぐらいですね、色とか柄に関しては結構扱うのが難しかったりするので、まあ、無理にですね、色数
数増やそうだとか華やかにしようっていうところは思わなくてよくて、まあベーシックなカラーですね、ネイビー、グレー、ブラック、ホワイト、これに加えてちょっとしたアクセントカラーだとかベージュだとかオリーブを混ぜるだけでも十分素敵な着こなしができるかなと思うので、色はなるべくシンプルに、柄は無地を優先して使ってもストライプぐらい、このあたりを意識してもらうとまずいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて2点目はですね、ブランドロゴの盛りすぎという項目ですね。これは多くの男性にとってはやっぱり注意をすべき項目かなと思います。ブランドロゴってやっぱり魅力を感じるんですよね。そのロゴが入ってるだけで安心感があったり、なんかこうおしゃれに見えるんじゃないかというですね、ちょっとした期待感があったりするので、結構大人の男性使いがちだと思うんですね。ただブランドロゴってすっごく危険だなと思ってまして、いわゆるハイブランドみたいなものであってもやっぱりですね、なんとなくかっこいい気がするんですが、ロゴの主張が強いものって第三者から見るとちょっとギラギラしてたりだとか、なんかこう盛りすぎ感があったりするので、そのブランドのロゴいらないなっていうことが少なくないんですね。まあ最近ではクワイエットラグジュアリーという言葉が出てきましたが、あんまりこうブランドのロゴだとか主張が強くないファッションというところが改めて再評価されるようになってきてるぐらいですね、ブランドロゴというのはちょっとですね、良くも悪くもインパクトが強すぎるので、僕はなしにしてしまってもいいんじゃないのかなと思います。またもう一つやりがちなのが、例えばですね、スポーツブランドのロゴですね、これがですね、重なってしまうみたいなことがよくありまして、昨日も街で見かけたんですけども、ノースペースのアウター着て、ボトムスがナイキになってるだとか、このような、まあブランドのロゴ自体は悪くないし、どちらのブランドも僕はいいなと思うんですけども、世界観の異なるですね、ブランドが全身の中に2つあるというのは、かなりごちゃごちゃして見えるんですね。まあ、例えば同じノースフェイスであっても、ブランドロゴがやっぱり全身の中に2個3個あるとちょっとくどいなという感じがするので、まあ、ブランドロゴを使う際には全身の中で1点に抑えておくのがいいかなと思います。そしてブランドは喧嘩しないように選んでもらうということは最低限必要になってくるかなと思うので、これは結構ですね、知らぬ間にですね、事故ってることが多いので気をつけた方がいいんじゃないのかなと思う項目です。ただブランドロゴで言っても、まあ通向けのブランドというのがありまして、例えば僕が大好きなんですがフレッシュサービスだとか、このあたりはですね、ブランドロゴの雰囲気も含めてすごくバランスもいいし、なおかつですね、あまりこう一般的に認知されているようなブランドではないので、まあ、デザインの一部としてそのロゴを楽しめることができるので、まあ、そういったものは全く問題がないかなと思うんですが、誰もが知るような有名ブランドだとか、そのあたりの目立つロゴは危険だということと、あとは一般的なロゴであっても何個か着こなしの中に混ざってるとちょっとうるさい感じがするので、そのあたりをぜひ皆さんもですね、注意をしながら選んでいただければなと思います。まあそういう僕自身もですね、ブランドもの大好きでですね、まあでっかいこうロゴが入ったポロシャツ昔流行りましたよね。そういったものを着てた時期もありますし、まあいろいろラグジュアリーブランドのロゴみたいなものが入ってるものにですね、無償に惹かれて買い漁ってた時代もありますので、まあ結構僕自身もやっています。その傾向は今でもあって、やっぱりドメスティックブランドのロゴが入ってるものとかは結構好きで着てたりするので、まあそのあたりであったらいいかなと思うんですが、ついついですね、着こなしの中に2個ぐらい混ざってることもあったりするので、そのあたりは抑えながら調整したいなということをですね、改めて感じた次第なので、まあぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、これはですね、僕も今現在ですね、進行中でやらかしている項目なんですが、アクセサリーを盛りすぎているというものですね。これもですね、多くの男性当てはまってくるんじゃないでしょうか。告白をしますと、僕はですね、今つけているのはですね、まあ、時計もですね、実用性があるんですが、アクセサリーの一部かなとは思っています。そして、まあ、これ結婚指輪ではありますが、まあ、これもですね、ファッションリングに最近買い替えたので、まあ、アクセサリーに分類されるかなと思います。そして人差し指にもまたリングをしていて、そしていつも通りバングルもしているということで、アクセサリーを結構持ってある状態なんですね。まあこれはですね、やっぱり第三者から見た時には
いかついんですよね。アクセサリーっていうのはやっぱりこうチャラいイメージだとか、ちょっとごつい感じ、いかつい感じっていうイメージがあったりするので、まあちょっとですね、避けておいた方が無難なアイテムの一つかなと思います。まあその中でも時計だけは僕は実用性があるので全く問題がないかなと思いますし、結婚指輪ですね、このあたりも間違いがないかなと思います。まあ、ちなみに僕はあの結婚10周年をですね去年迎えまして、ちょっと指輪を変えたんですね。あえてこう日常の中で気軽にしやすいように、ファッションリングですね、ファンタスティックマンっていう僕の大好きなブランドのものでリングを買ったので、これはですねなんか嫌味なくつけられるような、一応実用性もある指輪としてカウントしているので、ここ2つは良しとしましょう。だけどもですね、やっぱりこういったリングですね、人差し指にしているリングなんかはやっぱりちょっとキザっぽく見えるし、やりすぎ感は出るかなと思います。そしてバングルですね、僕のしてるバングルはですね結構太さがあるんですね。これもファンタスティックマンというブランドのもの、こっちはですねトゥアレグというブランドのものなんですが、割とですね太めなので、これはですね確実にトゥーマッチ、やりすぎと思う方がいらっしゃるジャンルかなと思います。そのあたりをちゃんと理解した上で、まあ僕は一応ファッションのこう情報をお伝えしている身なので、まあこれくらいはいいかなということで、まあつけてるわけなんですが、まあ一般の生活の中でここまでつけてるとちょっとやりすぎ感が出ちゃうかなと思うので、アクセサリーには注意が必要かなと思います。まずまあ女性目線から見た時にも、そんなにアクセサリーはない方がいいよねっていうふうによく言われます。まあ我が家でもですね、まあ今の本数がギリギリかなというところでなんとか OK が出てるんですが、これ以上は増やさない方が僕もいいんじゃないのかなと思ってブレーキをかけてる状態なんですね。ただやっぱりアクセサリーって楽しいんですよ。男の趣味の世界かなと思うので、まあ、もっとつけたくなっちゃう。ちょっと小指とかにもつけちゃいたいなとか思ったりもするんですが、まあ、このあたりで抑えていますが、まあ最低限ですね、バングル1本ぐらいであれば、まあギリギリ OK かなと。この指輪を取って細めのバングルですね、今太めなんですけども、例えばですね同じくファンタスティックマンで僕が持っているバングルなんですけど、これ細いですよね。でデザインもシンプルなので、こういった細めのシンプルなバングル1本だったらまだいいんじゃないのかなと思います。つけてもらってもそこまでインパクトは大きくないので、これぐらいだったら良しかなと思っています。で腕につけるものに関しては、このようなバングルなのか、もしくはブレスレットなのかという選択肢がありますが、僕はバングル派なんですね。ブレスレットもいいんですが、やっぱりですねもうちょっとこうボリューム感があったりだとか、つけてると揺れるんですね。この感じがやっぱりですねより過敏な雰囲気になるので、まあ、できればバングルをしっかりとしていただく方が主張がそこまで強くないので、個人的にはそちらを押したいなと思います。そして結構もう NG だなと思ってるのが、まあ大人のピアスだとか、あとは首周りにあるようなネックレスですね。このあたりはめちゃくちゃチャラく見えるんですね。なので僕もやらないようにしています。まあもちろん僕もですね若い頃はですねピアス開けてつけていました。いくつまでかな、僕はバックパッカーやっていた28、9ぐらいまではですねピアスつけていたんですね。だけどもやっぱり30を超えてからはピアスつけなくなりましたし、まあ、ネックレスはですね僕もつけてた時期ありますね。本当に木座山俊というキャラクターがいますが、あれに近しい時期も昔ありましたよね。ディオロムとかそのあたり前世だった頃とかには結構ですねアクセサリーとかもバンバンしながら着ていたりしたので、他人事ではないなというふうに思ってたりするんですが、まあアクセサリーの中でもネックレスやピアスはちょっと難しいかなと思うので、まあそのあたりはですね、まあ考慮しながらバランスをとっていただくといいかなと思います。まあ最低限時計と結婚指輪みたいなものと、まあバングル1本までだったらギリギリ大丈夫かなという範囲かなと思うので、まあぜひ皆さんもやりすぎない手前でですね止めていただくようにしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、決めすぎファッションっていうやつですね。これはですね本当に女性から評判が良くないですし、女性だけではなくて一般的な男性も含めてバッキバキに着飾ってる人ってやっぱりですね独特のオーラがあったりだとか近寄りがたさがあったりするので、まあ好印象とはちょっと正反対になるかなと思います。ファッションっていうのもやればやるほどおしゃれに見えたりだとか、いろんな方から印象は良くなるのかというとそんなことはなくて、あるレベルを超えてくるとただただ自己満足だとか一部のコアな人には認められるんだけども、第三者から見た時には結構ですね好印象と
とは逆の方向に進んでいく可能性があるので、そこが難しいポイントだなと思っています。そして僕がですね、いつもお伝えしているコンテンツというのはディープなファッションの世界の中でも割とこう第三者から見て、まあ、理解できる範囲内でお伝えするようにしてるんですね。まあ、ある意味で普通さがあって、普通にプラスアルファでちょっとおしゃれ感ぐらいというところで留めるようにしてるんですね。まあ、そっから先のですね、もう本当にディープな世界観というのは僕も大好きですし、どんどんそっちに行きたくなるんですよ。まあ、普段の僕は言ってることも結構多いんですけども、ですがそこら辺はちょっと注意が必要かなというところも含めて、まあ、お伝えしたいなと思います。まあ、決めすぎファッションといってもいろんな方向性があるんですが、ちょっとこうセクシーに見えすぎるような着こなしっていうのはまずですね、好印象は得られづらいかなと思います。シャツの第二ボタンまでを開けるような、胸元が見えるような着こなしですね。このあたりも清潔感があるようには見えないですし、男のですね、セクシーさというのは、まあ、日本国内では受けづらいというのがですね、まあ、僕の中での認識なんですね。これは海外のこうイタリア男性とかだったら、なんかこうセクシーな感じっていうのが受け入れられやすいようなですね、まあ、文化もあるかなと思うんですが、まあ、日本だとそれはなかなか難しいと僕は実感しています。まあ、イタリアファッションが大好きだった頃ですね、僕も第二ボタンぐらいまで開けてですねやってましたが、これはですね奥さんからの評価は非常に厳しかったですね。なんかちょっと雰囲気合わないなっていう風に言われたこともあります。あとはですね、ハットですね。ハットみたいなものも帽子の中でもちょっとキザ感が出るんですね。まあ、うまく被ってる方もいらっしゃるんですが、おしゃれハットみたいなものも意外と難しかったりするので、これも注意が必要かなと思います。まあ、バケットハットだとか、もしくはキャップだとか、ちょっとこう帽子の中でもカジュアルさのあるものの方が、まあ、今はですね緩めのサイズ感の着こなしとの相性も良かったりするので、ちょっとかっこいい感じのハットみたいなものよりはちょっとカジュアルな帽子の方が今は雰囲気合うんじゃないのかなと思います。あとは深めの V ネック T シャツですね。これもですね素肌の露出が多いのでなかなか厳しいかなと思います。特に僕ら大人世代がやってしまうとですね、ムチムチした感じの V ネックとかなかなか厳しいものがあるので、そのあたりは注意が必要かなと思います。あとはタイトなデニムだとかセットアップだとか全身ブラックだとか、そのあたりの決めすぎ感も含めてちょっと注意が必要かなと思うので、まあ、ある程度のカジュアルさだとかゆるさみたいなものがあった方がかえってですね親しみやすかったりするので、このあたりの完璧を目指すような着こなしですね。まあ、ホストの方だとかミュージシャンの方のようなこう人から見られる立場の方であれば、それがですね正装として生きるかなと思うんですが、僕たちがごくごく一般生活でそういった着こなしをしてしまうと、それ着てどこ行くんですかみたいな感じになってしまうので、そういったこうリアリティが全く漂わないような決めすぎ感っていうのはちょっとなかなか難しいかなと思うので、ここは僕も含めてですね注意が必要だと思っているので、まあ、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、これも僕やりがちですね。トレンド感強すぎってやつですね。これもですね、まあ、ファッションが好きな男性が陥りがちなんですよ。そんな僕まさにそうだと思ってるんですが、まあ、自分自身は年々年を重ねていくわけですね。僕も27で独立をして、まあ、その頃は若くてですね、少しでもですね大人っぽく見せたいなっていうことでヒゲを伸ばし始めたっていうことがあるんですが、それからですね時間が経つのが早いですね。もう15年近く経ってるわけですね。そうなるとですね、感覚としてはまだまだ若くてなんかトレンド的なものも好きだったりするんですけども、自分のこうベースとなるですね顔周りの雰囲気だとか肌の質感だとか、あとは髪の毛のボリューム感だとか体型だとかっていうのはやっぱり20代の頃とは変わってるわけですね。20代のフレッシュな自分がいて、そこからちょっとこなれた30になって、まあ、40になってくるとやっぱりですね多くの男性が大人っぽくて、まあ、徐々に貫禄のある雰囲気になってくるかなと思います。まあ、そのベースに対して今トレンド感満載の服というですねフレッシュな服というものがうまくはまるかというと、はまらないことも結構多かったりするんですね。例えばサイズ感の問題です。サイズ感もかなりワイドフィットにしてしまうと、それがそもそも似合わないってこともあったりするので、サイズ感注意必要だなと思います。僕も最近買ったボトムスがですね通販で買ったんですけども、想像以上にでかかったんですね。あ、そっか、これぐらいのワイド感っていうのはさすがに僕
僕ら世代には難しいんだなっていうのを実感しました。やっぱり僕自身ファッションが好きでトレンド感好きなんですが、それであってもサイズ感オーバーすぎるものは全く似合わなくなってるというところで、年齢とトレンドの相性っていうのがあるので、トレンド感盛りすぎっていうのもなかなか難しいかなと思います。どんなに若作りしたってやっぱりですね、顔周りだとかベースの雰囲気みたいなものはそこまでですねごまかしは効かない部分もあったりするので、トレンド感振りすぎはちょっと注意が必要かなと思いますし、全身カジュアルすぎてしまうとやっぱりこれも似合いづらかったりするので、まあ、締めるところはちゃんと締める、このあたりは意識することが重要かなと思います。という僕自身もですね、今旬なカバーオール着て、中はプリント T シャツ着ていますが、一応ボトムスですね、まあ、ブラック系で引き締めていたりだとか、靴はちょっときれいめなものにするだとか、まあ、こういった形で全身の中でもカジュアルすぎないこと、サイズ感も大きすぎないこととか、そのあたりのトレンド感を出したい気持ちはわかるんですが、今の自分の雰囲気だとか見た目に合わせてちょっとしたトレンド感というところとか、あとは全体をトレンド満載にするのではなくて、部分的にちょっと取り入れるぐらいに抑えておくとちょうどバランスがいいかなと思うので、僕も含めて皆さんも心のどこかにですね留めておいていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のやりすぎ NG ファッション5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ実際ですね、いろんな項目を挙げながら、まあほぼやってるなと、ほぼ自分自身も失敗してきたし、未だにやってるやつもあるなということでですね、心が痛かったりするんですね。まあそれぐらいですね、まあ完璧にですねバランスよくできてる人ってほとんどいないのかなと思います。何かしらやっちゃってるところがあるかなと思うので、まあそれが必ずしもNG でやっちゃいけないというわけではないんですが、まあ第三者から見た時にちょっとした引っかかりがあるというところは頭の片隅に置いといていいかなと思うんですね。僕もですね、第三者からとか女性から見た時にはアクセサリーなんかはしない方がいいと思いますし、あとは第一このヒゲなんかない方がいいんですよね。絶対ヒゲなんかない方が好印象になると思うんですが、やっぱり自分の中の世界観とかこだわりっていうのもゼロにしたらつまんないんですよ。完全になんか女性受けだけに振ったファッションってこれまたしんどいので、やっぱりある程度自分のこだわりも詰めた方がいいかなと思うんですが、両方の感覚を持ちながらここまでは自分の世界観を生かそうという形で、まあ、微調整しながらやっていくのが大人のファッションの醍醐味でもあるかなと思うんですね。完全に自分の趣味だとか利便性だとかに振り切ると、まあ社会性のない着こなしになってしまったりするので、それはそれでバランス取れなかったりするので、このあたりの攻め際ですね、自分のこだわりと第三者目線というところをうまくミックスしながら皆さんもファッションを楽しんでいただきたいなと思いますし、僕自身も日々のファッションにそういった要素を詰め込みながら皆さんにコンテンツをお伝えしたいなと思っていますので、よかったこれからもお付き合いいただければなと思っています。ということで、こちらのチャンネルではこれからもですね、このような形でメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないような、まさにですねちょっとディープな世界ですね、僕自身が好きなですねドメスティックブランドだとか、ちょっとした専門ブランドだとか、そのあたりのですねアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕はもう一つやっています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。こちらのチャンネルではあくまでベーシックプラスアルファ、ちょっとしたトレンドというところで好印象を目指しながら構成をしてるんですね。だけどもそれじゃ飽きてきた方のためにですね、また違ったものを作りたいなということで、メンバーシップチャンネルコアにやっていますので、気になる方はですね概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらからチェックしていただきたいなと思います。週に2本のオリジナルの動画と、そして週に1本ですねライブ配信やっていまして、皆さんからのご質問に直接お答えしていますので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらもですね普段のチャンネルに比べるとやっぱりディープなアイテムだとかコーディネートの解説が多くなってくるんですが、僕と同じようにですねファッションをこじらせつつある方に楽しんでもらえるようなですねアイテム紹介やコーディネート解説を動画じゃなくてですね文章と写真ベースで、毎日皆さんにお届けしていますので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。